んばんは。こんばんは。てってれーん、かわいい、ありがとうございます。ショールーム10周年記念 T シャツいただきました。イェイ。こんばんは。皆さん、あっという間に大晦日ですよ。びっくりびっくり。大晦日です。だるまありがとうございます。来ちゃったよ、来ちゃったよ。かわいいね、ありがとうございます。こんばんは。キラキラ星ありがとうございます。ゴツン、だるまありがとうございます。あ、年越しそばすっかり忘れてた。どう、年越しそば。材料はあるよ。あ、あるんだって。だるまとハートありがとうございます。1年ありがとうございました。まあそれはルームスなんですけど あ、モンスターズ3、いいね、いいね、いいね。ハートありがとうございます。私もドラクエ1しながら年越そうかな。課題しながら年越そうかな、みたいな あ、エビ天そばありがとうございます。だるま、ハートありがとうございます。この配信は、おせち作り配信なんですけど、まあ、その前に、ゾロフィー授与式やってから、ここにがいるやん。何を？大晦日おせちと おせち？今日あれだね、アーカイブ今日までだね。卒業のね、私も見てから。見てから。花火ありがとうございます。だるまありがとうございます。おせち作るのすごい 毎年恒例ですね、吉見家では。花火ありがとうございます。片付けはしました。年越せるぐらいにはしました。おせちで好きなのはエビかな いいね。お寺で鐘ついてお汁粉食べてから、いい、めっちゃいい年越しですね。配信見ながらすき焼き、いいね、いいね、いいね。すき焼き、金亭ありがとうございます。だるまと良いお年をありがとうございます。そう、年越せるぐらいに掃除しました。実家でまったり、いいね、いいね、いいね。だるまありがとうございます。あ、数の子楽しい？数の子苦手なんですよ、私。あ、全然食べれるけど。ハートと音符ありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。今日は21時からルームスで忘年会配信、まあ、カラオケはできないですけど、忘年会1年振り返り配信をしたいと思いますので、皆さん、あ、何かしら飲み物と食べ物を持ってお集まりください。私も ママが買ってきてくれた生ハムとチーズのおつまみを食べながら、みんなで1年振り返りたいと思います。掃除今から だるま花火ありがとうございます。この配信は1時間ちょいかな、1時間ぐらい。逃走中あるのね、録画撮らなきゃ。花火ありがとうございます。あっという間でしたよ本当ね。に怒涛の1年でした。もう泣きそうですもん。もう掃除がひどすぎて、なんで？途中までで。これパパが手をつけすぎて散らかああ、りすぎて、なんとかしてくれた。どう、そういうこと、もう手つけすぎたってこと 手つけすぎて、台所がまだ広いからさ、こっちに固めたけど。そう、手つけすぎて、どの辺？いや、てか、その椅子どっから出てきたん？これ その椅子どっから出てきおた？い、あったっもけ、その椅う突然引っ越すことになった時、うちどうしたらいいんやろぐらいの荷物の量はないんやけど。子。ね。また後でやろうって思って置いてるやつが私も部屋にいっぱいあった。でも半分は終わらせました。見えないとこだけど。もでうも一番大事なさ、拭き掃除と掃除機まだやってないんだよね。
尊い、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。諦めが大事、私も半分で諦めました。そうやね、あのでももうおせち料理を作らないと。でも一番やりたかった教科書整理はできました。それはできた。ただ中学校の教科書はね、結局捨てるつもりだったけど、あのいざ目の前にすると捨てれなかったね、さすがに。だるま、ありがとうございます。窓拭き、やばい、今からやろう。本当だ、窓拭きとトイレ掃除と鏡掃除やってない。やりましたよ私が。屋根もやらないと。自分の部屋の窓拭きしとこう。一番大事なそう拭き掃除とさ掃除機まだなんだよお前ね、部屋の。あ、駅伝ね今日出てますよね、コジリンさんとアンジュさんとマカチさん。あ、ちょっと音出してみますか。あら、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。教えてください。もうやってるんじゃない。そう、思い出の品、あと昔の手帳とか出てきて、うん、こんなにピアノレッスン行ってたんだと思うぐらい自分の手帳にレッスン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 って書いてあった。あとなんかあのピアノの気をつけるかとこうひたすら手帳の裏に書いてあったりして見せたかったけど、でもルームスの動画撮ったんですけど載せれるか分かんなくて、まあ、載せれそうだったら載せますね。カンテレだって、カンテレ、あっちゃん CS テレビが映るんですけど使いこなして、あ、ま、まこちさんや。あ、ほんまや、走ってる。コジリンさんもおる。すごい、なんか実況してる。え、すごい、めっちゃ可愛い。今8チャンネルで NMB、 え、1位だもん、 NNB グループ。ほんとだ、 NMB 松竹さん、オリックス、阪神、吉本、ドラゴンゲート、すごい、 すごい、これ出てんのすごない、すごい。吉本グループではないんや、 NNB グループなんや。パリ五輪女子 800m 代表の下橋さんの、すごい。あ、公演当選した、ありがとうございます。ナンバーライティー、皆さんよかったら。あれ、これなんかどっかの大学か高校どっかで見たことあるけど、関西大学じゃん。あ、関東では見れないのね。ハート、ありがとうございます。金テープ、ありがとうございます。花火、ありがとうございます。年末ジャンボこたつ。ヨシミのグッズ見て終わった。嬉しい。ハート、ありがとうございます。駅伝も流れ、芸能界も流れ、人生も流れ、良いお年を、ありがとうございます。確かにレッスン場行きまくったな今年。ハート、ありがとうございます。これリアルじゃないよね、これ。違う違う、だって明るいじゃん、うん、自転車リポート。ハート、ありがとうございます。ヨシミン、こんにちは、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。良いお年を、ありがとうございます。じゃあどうぞ、うん、授与式どこ？お渡しするんで。あ、わかりました。行きますよ。ちょっと待って。ハート、ありがとうございます。あ、押してなかった。やり始めたと思えない。あ、持ち方、おめでとうございます。おめでとうございます。授与していただきました。じゃーん、
新人賞のトロフィーをいただきました。ありがとうございます。拡大していき、あ、これ映らない、これもしかして大丈夫かな、ま、ちょっと映る、大丈夫かな、うん、じゃーん、なんか映ってそうで映ってない、あ、大丈夫そう、見てこれ、ちょっとショールームアワード 2023AKB グループ新人賞 AKB、 あ、え、吉見彩音かっこ NNB48 研究生、ちょっと映ってるかもしれない、もうレアにレアにレアを重ねた研究生ってついてるのもすごくないですか、ちょっと鼻のなんかをつけてるありがとうございます、いただきました、皆さんのおかげです本当に。そう、名前入ってるのが嬉しい、AKB グループ新人賞ですよ。 NNB48 研究生ってついてるのも今だけじゃないですか、嬉しいですね、ありがとうございます。あとで記念撮影、ありがとうございます、嬉しいです、とってもなんか素敵なリボンもついててね、えありがとうございます間に合ってないよ飾りましょう、そこで飾ります。で、あのあれなんですよ、ショールームアワードは NNB に入る前から、あのショールーム配信してた頃から、ね、ショールームアワードはもう年に1回の大きな出来事だったんですよ、ね、ショールーム配信者としてては、ね、もう年に1回みんなそれのために配信してるみたいな、それぐらい大事な一大イベントだったんですけど、それにねメンバーとして賞をいただけるなんてもう本当にありがとうございます、嬉しいです。あれはその AKB グループに入るためにショールームを始めて、 AKB グループさんの真似をしてあのトップ画面に作ったりとかしてたやん、パシャね、皆さんのおかげです本当にありがとうございます、カシャ、ぜひスクショ載せてください、感無量です本当に。撮られてるライバーさんのライブあれ見てた方がいいよね、カシャカシャ、嬉しいです、ありがとうございます、よっち撮りました、ありがとう、あ、花火ありがとうございます、画面が綺麗になる、この花火と一緒にぜひ、ありがとうございます、スクショの画面が綺麗になりますね、ではこちらへ、はい、いや私も別に言う必要もあんまりなかったんですけど、見えますかこれ、あの生誕祭でもらったやつもちゃんと飾ってますよ、レインボーローズ、ありがとうございます、あのヨシミンもじゃん、あ、これニュー新入り八割れ、新入りです、八割れ、このあの洗剤についてきました八割れです、ハートありがとうございます、キラキラキラー、こちらにトロフィーが入りました、ありがとうございます、チーヨチーやりたかったチー中川だっけ、高川でさチーヨチーやりたかった、ハートありがとうございます、そう写真も変わってまだあの写真のままかな、もう戻っちゃったかな、わかんないけど、ありがとうございます、明日そう今日であの花火ありがとうございます、私はちょっと一旦ショールームからは卒業するのであのらしいです、よしみんがもうアワードも取ったしね、ビスの応援も皆さんすごいしていただいて、ね、ありがとうございました、それもそのそれも多分あっての新人賞なのでね、ありがとうございます、皆さんこれからもよしみんのことお願いします、あ、花火ありがとうございます、花火だって花火打ち上がっちゃってるよ皆さんにお任せするんでありがとうございます、お願いしますね、これからも、じゃあこちらに移動しておせち作りしたいと思います、いつまでもね私が出しゃばるのもあれなんで、これ大丈夫かな、このまま開けてちょっとチラ見みたいな、あ大丈夫そう
よし、そっちに移動します。つけとこ。今日はこっちで料理していこうと思います。ソースコーンショールーム選抜ね、あったよね。またあったらあってほしいけど。でもつい最近 AKB さんは出たよね、ショールーム選抜。うん、金テープありがとうございます。ハイビスカス掃除してたら出てきた。ハイビスカスです。これは掃除してたらいろんなものが出てきて難しかった。昔作った作品っていうか、あの小学校の時の図工で作ったやつとかいっぱい出てきてめっちゃ面白かったです。自分の年表みたいなの書いたんですけど、それも出てきて面白かった。南国掃除してた出てきました。ハートありがとうございます。またタンバリンとかはまた機会があったらぜひ。ペンライトありがとうございます。私も一ファンとして皆さんと一緒に応援します。じゃあおせち作りしていきます。今日の配信で作るのはブリの照り焼きと、なんだっけ、あたし巻き卵を作っていきます。ハートありがとうございます。でショールーム T シャツをいただきました。あとカタログギフトもありがとうございます。ということで、先にどっちやろうかな。ブリ大根が先の方がいい？ブリ大根じゃないわ、テリーブリ、テリーの照り焼きを先下準備しながらの。え、そんなんできる？できる。下準備いる？ブリ大根、ま、ブリ大根じゃないわ、ブリの照り焼き。もうびっくりするぐらいおせち料理が進んでないんですよね、今日。ね、やばいね。絶対今日徹夜だと思うんですよ。待って、明日じゃん。毎年はもうこの時点でもう作り上がってるくない並んでる。あ、コズミさんが走ってる。なんか包丁が抜けない。もうどうしようかと思ってるんですけどね。え、本当だね、何も詰めてないじゃん。まだ何も詰めてないどころか空っぽなんですよ、包丁が。どっちも一緒だよ、何も詰めてないも空っぽも意味は同じだよ。でも頭の中では構想が出来上がってるんですよね。もうね、エビ焼いてブリ焼いて。エビも焼いてない。何にも詰めてない、やばいですね、よしみ家。いやもう全部だしまこ。だしまこ人気だよね。一口ちょうだい。まだ何も作ってない。じゃあブリ出してきます。あ、お刺身も作るんだった。じゃん。片方はお刺身にして片方は照り焼きにします。じゃん。こっちお刺身で、こっち皮がついてるのが照り焼きなので、切っていきます。先にお刺身切っちゃおうかな。お刺身どのお皿に置いたらいいの？その辺のお皿で任せます。じゃあ切っていきます。今日はもう最終的に言う殴り合いですよね。なんで？いや、わかんない。なんで？いや、最後分厚い？これね、お刺身にしたら分厚いお作りぐらいになっちゃった、うん、すっごい美味しそうなブリです。それ全然、それブリの照り焼きサイズだよそれ。浮かれた
ハワイアンな感じの切ってます。ブリがキンキンです。まさか生誕祭でね、横断幕書いてくださった方もこんな使い方するのキッチンに置いてます。ちょっとね、あの映っちゃうんですよ、そこ鏡になっててね。なんで鏡を隠すために手元映した方がいい。いただきました。いいね、豚まんとチーズケーキと年越しそばで年越し、いいねいいね。ちょっと薄すぎちゃったやつこちらへ。キンキン、ブリがキンキンで冷たいです。そう、刺身は引いて切るんですよ。でパパさんが皆さんの引いて切る、ヨシミンの包丁さばきがあまりにもひどすぎる皆さんがそのコメントがあのに対して、そうだそうだと思って昨日買ったんですよ、ホームセンター代理で。ちょっとこうか、こう、そう、あ、全然切りやすい、そして身が崩れない。今ね、あのマラソンは NMB は5位になっちゃう。あら、そうなの、うん、さっきまで1位だった。引いて切るってね、逆なんだよ。こう自分の手元の方に、お腹の方にこう引くんだよ、包丁手前に引くね、前に逆押してる。よし、お刺身を、あ、お皿取りたい。お皿出てる出てる、目の前。でかくないこれ。でかくていい、とりあえず使って。お皿に持っていきます。アスリートさんとそれに近い芸能人の方なんで検討されて、もうビジュアルも可愛いんで良しとしましょう。すごい太くなっちゃった、これはめっちゃ、うん、それブリのお刺身というかめっちゃ特大サービス、半分に切ってた。特大サービスでいいじゃん。太すぎるよそれ。特大サービスだよ。じゃん。すごい主役感感じるじゃん、一品目お刺身、まあ、これはおせちじゃなくて今日の夜ご飯なんですけど、できました。うん、あ間に合わなかったよいしょ。じゃあブリの照り焼き用も切っていきます。すっごい太い皮がついてる。皮はそのままね、今度は、うん、マイティも今度走ります。うわ、マイティさん足が長いね。え、昨日24時間テレビにやってからの、え、違うでしょ、なんで生ちゃうで。あ、そっか、びっくりした。だから夜明るいやん、めっちゃ、うん、めっちゃ真っ昼間、久しぶり。鱗はこのままでいいの？あ、4位になった。え、これぐらい？
こんな感じでいいのかな。これお刺身として食べたいね。5人前にしてもらいたいんだけど。あ、そっか、うん、やばい、アップニュース、え、切っちゃったもん。いいよ別に、うん、だからそれであと、4人にしたらいいんじゃない。あ、1ってこと、うん、2、それは太いな。これぐらいってこと、うん、これぐらい、偶数じゃなくて奇数になるようにやってもらったらいい。5とか7とか6になっちゃうよ、これ今から4に切ったら、うん、あ、じゃあ1個はいいよ、切るから。どういうこと。ん、まあとりあえず5にして。じゃあここを4で切ればいいの。うんうん、これぐらい、1つ、うん、そう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 、これぐらいとこれぐらい、うん、そうそうそう、これを4つに切ればいい。そういうこと、そういうこと。じゃあ6になっちゃうけど、いい、はい、鱗このままでいいの。うん、いい、鱗は入れよ、え、軽く鱗がついてる。うん、うん、結構。あ、でも剥こうとすると皮は入っちゃう。まあ、取れるとこだけで。ここは軽く取れてるはずだけど。よく出てくるよ。うん。ほら。よいしょ。太くない？大丈夫かな？大丈夫。できました。太くない？美味しそう。これお刺身として食べたいね。うん、ではでは、これを下味をつけていきます。そのさ、4人目の人細くない？これ？うん。その手前の人。それ、それとそれ比べて。確かに。それ太い人もう半分でもいいけど。いやでもそれじゃ細くない？今度。じゃあもういいよ。それで下味をつけていく。つまみ食い。美味しい。下味をつけていきます。足りるかな。じゃんけんで決めて。確かにどれ食べるかじゃんけんで決めないとだね。うん、でもそれは今日はお刺身用で作ってるから、まあ、生でも食べれるから、ね、この分厚いのお刺身とか夢だね。すごい、じゃあ寒ぶり美味しい。美味しい、うん、しっかりとまぶしていきます。ブリしゃぶね、してみたい。手を拭いて、よし、じゃあ焼いていきます。このまな板たちはこちらへ。あ、5位で終わってったのか。あら、あらあら、一番大きなレシピ、確かに個性が。あ、4人目って言ってたみたいだよ。心配性レシピ、心配性です。お礼配信が、そう、お礼配信が、あのナンバラエティの初日ともろもろ一段落ついてからになるので、あのちょっと遅めになっちゃうかも、1月2週目ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、すいません、お待ちください。やけどしません。あれ、新しくなってる卵焼き器が。イエス、なんかいろいろ買ってるけど大丈夫、我が家の財政。
鍋ぐらいは買えるはず。パパも毎日働いてるから鍋もフライパンも。そう、今日の夜ご飯はね、カニ鍋なんですよ。カニ鍋、じゃあ焼いていきます。ちょっとだし巻き卵は後ですることにしますわね、うん、じゃん、鍋式スライムだよ。くじ引きで当たったやつちゃんと使ってます。なんか嫌やゆみさんあ、これ生誕祭でもらったやつ、うん、ありがとうございます。あ、スクショ、なんか良くない、この価格。バシャバシャ。あ、なんか後ろに雑誌があるね。じゃあ焼いていきます。換気扇回して、まあね、そこに髪飾りにハイビスカス飾ってること時点で、まあナンバラエティーかな。ナンバラエティーめっちゃ意外だと思うんですけど、結びつかなくないですか。ナンバラエティーじゃない。結びつかないと思うんですけど、頑張ります。殻を破れるように頑張ります。後ろに衣装図鑑みたいなの見えるよ、後ろ。うん、衣装図鑑皆さんゲットしましたか。じゃん、ゲットしてくださいましたか皆さん。もう本当にしっかり読み込みたいぐらい、こんな制服あったんだみたいな、私知りました。ライン制服とか初めて知った。めっちゃ可愛くないですかこれ、びっくりした。レース制服も可愛いと思いました。めっちゃ可愛い、これ着て出たいです。ピンクヒョウ柄制服はもう着れないのかな。フライパン温めすぎ。本当だ、やばい、忘れてました。油引きます。結構多めの方がいいのかな。うん、ウテナちゃんにもらった。ちょっと多かったかも。あ、ショップで買った。お、ってことは9期生のポスター？ポスターじゃないよ。なんだっけ、ポストカード？ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、ゲットしたよ、ありがとうございます。すごくいいね。ナンバラちゃんの時に見せてた、なんて片鱗なんだろう、片鱗です。ナンバラちゃん、あ、そうでした。まあチーム公演はチーム公演でまた別なので、楽しみにしててくださいね皆さん。どこか予想しながら早く出たいんですけども。お、急遽のポストカードありがとうございます。ハートありがとうございます。片鱗すいません。片鱗って何、変電です、変電。じゃあ焼いていきます。あ、菜箸あった。菜箸もあったらしい。それぐらい、それあれだな、吉見家のクリスマスプレゼント交換の幸い。ああ、そうか、吉見家のクリスマスプレゼントでした。あれ、片栗粉がなんか溶けてったんだけど、馴染んじゃったのかな。片栗粉とか味付けがしてあるから、それでなんか染みちゃった。うん、水分が出てるんでね。あれあれ、なくなってる、全部つけたのに。やばい、あ、つけすぎた。そう、馴染んでるんですかね。
なるほど。一応水分はね、取ったんですけど、どんどん出てる感じ。それ鱗が気になるんですけど、まあいいかなっていう。よし、まあ大丈夫でしょう。焼いていきます。中火ぐらいでいいのかな。ハートとバラありがとうございます。はい、焦がさないようにね。キューキの歌欲しいですね。欲しい、早く。ハートありがとうございます。そうだね、ちょっと鬼しめの準備を。じゃあ卵とこうかな。卵溶いちゃってください。卵何個ぐらい？結構4つぐらい？もともと赤卵。今日でね、ちょっと一旦ショールームからこれ何個におしよう手か伝いは。まず1個ぐらいは使うかな。これ知ってました。卵って2つこうやってやったら片方しか絶対割れないんですよ。不思議だよね。あ、こっちが割れました。その L とか S とか M はサイズは一緒なんだよね、君は。そう、L とか M とか S とかって卵のサイズあるけど、これとこれとか明らかサイズ違くない？そう、でも全部黄身のサイズは同じで白身の量だけなんだって。違うの。私もへえって感じ。だからレンコンとかこの誰がどうやっていくのかっていうのをこれひっくり返した方がいいかな。よし、頑張ろう。去年でも載せてるよね、モアメにおせちを。モアメだっけ？ブモアログメにに。も載せた気がするんだけど。そうだったかな。着物着たよね。着た。着付けて自分で。また着てみたら？おばあちゃんにもらったやつな。何個にする？結局4つでいいかな。全然足りへん。10個ぐらいだけど。え、それじゃそこに入れへんでもあれじゃない、1本目2本目とかで分けたいんじゃないの？そうそう、だから6つぐらいでいいよ、とりあえず。1本何本作ればいいの？2本？2本ぐらい？だし巻き卵。1本で5個も使うの、卵？とりあえず6個ぐらい入れといて。どういうこと？おせち料理だから1日分じゃないのかってあ、まあそうだけど、何本作ればいい？それは分かんない。巻いてみないと。次、底辺焼きます。何にもできないんですけど、やらせてるだけなんですよ。何にもできないんで、できないことはないけど、そんな完璧じゃないし、それできてへんやんっていうこすごとを、い、レアだ。ただレアやブってリるだスけだテと思いますーキ。よ。混ぜます。え、皮目から焼くの？太いから皮目から焼いた方がいいけど、まあまあまあ、4面焼いたらそれ太いから。4面焼くつもりだった。若い鳥は S。年齢を重ねると M になって。すご、そうなんだ。逆だと思ってた。若い方が大きいと思ってた。卵そういうのはノーかな。ちょっと最後にうるさく言ってるわ。貸して。それは下からこうしない。こういう音じゃなくて下から混ぜな。混ぜな。違います。違います。ノーノーノー。それだったらもうお姑さんに怒られちゃう。 どう？
これ焦げちゃう。もうちょっとあのあれかな、焦げ目つけた方がいい？うん、そらそうだ。普通のことを普通にできるようにしといて、その年齢で勉強だけじゃなくて。いい感じね、いい感じ。あ、見えてるか、見えてるね。ハイビスカスハイビスカスです、ハイビスカスですかす、ハイビスカスですかす。川のお魚は川目から、へー、川は川って覚えたのか海は、身の方から役に立って。え、ブリって海じゃない？でも、うん、じゃあ身からじゃん。身か、いや、諸説ありなんじゃない。でもそ、え、でも川にいる魚とかある？スタンドアップブリ久しぶりに受けたね。いや、いつも受けてるけど、あれだけがスルーなんだけやね。先に言っとくと、スタンドアップ、スタンドアップブリや。ブリの、なんか何、スタンディングブリ、シャチホコブリみたいな。シャチ、どっち、シャチホコブリってどっちか分かんないじゃん、うん、シャチ。もうちょっとあの焦げ目つけてからタレ入れます。結婚して私かな、結婚して、ありがとうございます。ハワイよりお送りしております。もう沖縄で買ったけどね。そうそう、ハワイでお正月過ごしてます。え、なにこれ、ナツメグとか置いてあるんだけど。え、粗挽き胡椒だって使わないけど、一応さ、配信何これ初めて見たよ、我が家で、ナツメグとか。いや、そう言わない、そういうの。え、だし巻き卵の種どこ？種とか、まず塩、中央どこ？ここ？開けていいの？うんうん、あった。そうそう、なんかここの虫が綺麗な塩。うん、種ここだよね、うん。それ入れると焦げちゃうから気をつけてね。うん。焦げ目、あ、いい焦げ目がついております。あ、いい感じ。あ、ちょっと焦げすぎた。ちょっとおしゃれ感アピールしてるんですよ。本当は使わないんですけど。あの、たまに使いますよ、ハンバーグとかに。でもなんかボロボロの鍋とかさ、サビサビのフライパンとか使ってたんでね。フライパン綺麗だよね、最近買ったから。塩入れます。あ、明日難波で元旦なのに今ハワイに行っても大丈夫？なんとか。これぐらいいいのかな、塩。大丈夫？そっちのブリは。いい色目になってきてるよね。こっちも焼き目つけたいけど。もうこれぐらいでいいのかな。うん、めっちゃいい匂いしてきたね。どう思う？もう入れちゃっていいかな、タレ。そもそも火通ってるのか。もうちょっと焦げ目つけたいんだけど、うん。もうちょっと焦がした方がいいけど、タレを入れても焦がさないとダメだからいいんじゃない？もうちょっと強くしてみようか。あ、そう？え、それ大きい。うん、この場所交代しようかな。この真ん中に焦げてない人たちを。塩をどれぐらい入れたらいいのかな。だし巻きのだし入れます。そう。少なくない？少なくないよ。ちょっと舐めてごらん。手につけて。手につける。ゼロって何が舐めても分かんないから。はい、塩。塩？しょっぱいってこと？うん、だ、塩なんか料理みたい。塩いやストップ言ってね。全然ケンちゃんパウダー、いや、もうちょっと振ってもうちょっと振ってくれる？塩入れてるよ。じゃあストッピン。なんで英語なん？ストップ。
っとそんなこと言ってへんから半袖寒くない？半袖寒くない？はい、あ、オッケー、オッケー、オッケーが出ました。と、うん、いうことでこっちの様子を。そうだってね、普段はこうアイドルもさせていただいて学校も行っててってなると本当に家のこととか世間とず、ね、世間のことが分かんなくなっちゃうじゃないですか。レインボースターありがとうございます。それはいけないなと思って、はもうそれ80になってもアイドルするんだったらいいけど実際無理でしょ。今回のだし巻き卵には特別ゲストの方に来ていただきます。はい、わかりました。まだまだまだ、あ、そうだ、まだだよハート、ね、ありがとうございます。いつまでもね、雪だるまありがとうございます。あれなんでちょっとなんか取れてきちゃった。またどっかでひっそり、あ、いい感じ、ちょ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 いい感じになってきましたよ。いや別に勉強できなくてもいいんだけど、じゃあ常識を知っててほしいかな。いい焦げ目ということでタレを入れていきます。全部これ全部じゃないか、全部が多いかな。あ、いい音鳴ってるね。でフライでとりあえずそのブリたちをタレでそう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 、全ブリに。そう、絡ませる。そう、それもちょっとね、あの年のせいか言葉が出てこないんですよ。そう、蒸発しない程度に欲しいね。もうちょっと、もうちょっと、もっと、もうちょっと、もういいじゃない。まだまだダメダメ、ノーノーノー。え、そんな味濃くなっちゃうじゃん。ブリの照り焼きは濃いね、正月やし。片うろことか読んでる場合じゃないんだよ、ね、ね、そういうのお仕事行った時に台本渡されて恥ずかしいのは自分だからね。どう？いい感じ？ね、とろっとしてるね、甘だれ。いいね、とろっとしてて。マグロの漬け？そうなんだ。漬け丼とかにいいってこと？マグロの。正念場ね、一番ブリだ、ブリの照り焼きの照りですよ。照り焼きですよ、照り焼き。名前の3分の2を占める。え、焦げてないこれ。だからブリの照り焼きは焦げてるんだよ。ちょっと割れてきちゃってるブリが。え？おー、美味しそう。うん。じゃあもう片面いきます。はい。そう、ブリにとっても正念場ですね。今、ちょっとパックリしちゃってる。それはあのいいブリだから。あの、あやねがさ、分厚くしすぎてん。ブリたちもまさかそのこんな分厚いままさつけられてフライパンに入れられてるとは思えへんから分離してはんねん。あ、やばい、ぎゅっ、くっついて。あ、そうそう、いいこと言ってくれてる。そうそう、魚に触らざぬタレをスプーンでかけてごらん。はい、そうなの、うん、
え、もうまだつけるのこれ。これ種。そうだよ、もう全然足りない。いや、分からなかったら教えてくださいって言えばいいです。すまん。そんな知ってることばっかりじゃない。ね、テリテリさせます。え、これってなんて言うんですかって言って聞いたら書いて覚えたらそれでいいよ。分かった？うん。テリテリさせます。でもブリたちの予想がね。濃いのはご飯が進む。確かに。心の準備ね、確かに。ブリの気持ち。ブリステーキ、美味しそう。これ砂糖かなんか入ってるのかな。うん。おかえりおかえり。美味しそう。醤油とみりんと砂糖はこれって。うん。じゃああれか。鶏の照り焼きと同じ。そうだね。うわー、美味しそう。この側面にもつけてあげよう。あ、もうちょっと換気扇回してって。あ、めっちゃいい感じやん。うん、めっちゃ美味しそう。ブリも誇らしげやもん。俺ら徹底切りってきたで。スタンディングブリ。スタンディングブリ。ブリ。スタンディングオベーション。おせち作りしてます。はい、ツイートしてない。シェアしたショールーム、うん、明日してたよ。あれね、それちょっとさ味見しようよ。え、そのブリの味見してほしそうなブリおるやん。これちっちゃいからこれにしてたら、その半分ぐらいな。え、その半分残したとてじゃない。これは全然、これ完璧なテリじゃない。どうです。それは味見の量を超えてるけど。え、でも半分残してもどうするの。じゃあこっちにする。いや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 、いいよ。じゃあ一緒に食べよう。これめっちゃ完璧なブリの照りじゃない。じゃーん、バシャ。もう一回火止めた方がいい。あ、そう、うん、もうちょっと焦げ身になってきた。ほんとだ。別によし、身じゃないけど。じゃあちょっと一口食べてください。あ、ほんとだ、そこがめっちゃいい感じ。うわー、おいしそう。ちょうど5個だし、こんな感じになりました。うん、じゃあちょっと食べてみよう。はい、ね、いい色してるよね。金テープありがとうございます。ここにまず、あ、乗せる？ブリリンたちを入れて。お箸の使い方はちょっとあれですね。同じ方向に、ね、向きのこと全然考えてなかった、うん、そうそう、見てくれてはる人はあやねよりもだいたい年上の方だし、何でも聞いたらいいね。わかった？うん、うん、それとそれの大きさに違いすぎるけど、まあまあそれも良しとしよう。よし、
すっごいテリテリだね。これ洗い物します、うん、はい。じゃーん、じゃーん、パシャ。じゃあ1品目完成しました。おせちの、じゃーん、うん、美味しそうだね。美味しそう。試食タイム。試食してみよう。試食してみよう。なんかパパがゴミ袋取って行って。あ、ちょっと待って、うん、ちょっと待って。いただきます。うん、どう？お、なんか結構味濃いけど美味しい。美味しい。皮もバリッバリで美味しい、うん、皮大好き。美味しい、これ。あ、ゴミ箱。出汁が美味しい。美味しい。ね、美味しい、めっちゃ。ブリたちも喜んでる。はい。めっちゃ美味しくないですね。結構濃いけど味。ちっちゃいやつだし。え？うん、これ味濃い。だからおせち料理は味濃い。美味しいです。とっても皮めっちゃ美味しかった。ね、皮パリパリやったね。皮は大好物なんですよ。美味しい。めっちゃ美味しい。鼻の意味は？え？頭の鼻の意味はって今。ないです。気持ち。掃除してたら出てきました。疲れてます。じゃあ次はだし巻き卵に移っていきます。だし巻き卵に入ります。もうこれ味付けできてるから、うん、あと焼くだけ。スペシャルゲストかな。そう、スペシャルゲストの方に出ていただきましょう。菜箸変えた方がいい。このままでいいかな。菜箸変えた方がいい。あ、そう。買い物に今日パパと一緒に8時からスーパーに並びました。買っただけで満足してました。これをさばいていく。じゃーん。いや、そういう時は開けた方がいい。ずんじゃじゃーん。じゃーん。なんかこの輝いてるよね。好きなんでしょ。大好き。じゃーん。おいしそう。おいしそう。普段は98円のカニカマなんですけど、今日は1000円のカニカマです。はい、カニカマを、これを卵に入れていきます。めっちゃ美味しそう。やばい、大好きなんですよ、カニカマ。カニカマですね。カニはカニであるけど、カニはカニでね、今日の夜ご飯カニ鍋だからあるけど、これはカニカマです。見せていいの、これ。うん、まあそんないいカニじゃない。これを入れていきます。よだれ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 、ね、年末感ある。これを入れて焼いていきます。でもこれこう、なんか卵焼き器ってこんなちっちゃかったっけ、うん、ちょっと入らない気がする。そうだから半分に切った、あ、こっちの半分、ま、飛び出たやつも面白いけどね。ね、飛び出た、なんかそういうやつあるじゃん。そもそもこの焼くやつに入らないけど、うん、ほら、だからそれ負けるかな、そもそも。あ、ちょっとじゃあ端っこ切りますね。そのあれやね、これブリ切ったやつやね。ブリ切ったやつはダメですね。だからこれここに入れたら。知ってる知ってる。掃除した方がいいんじゃないか、机の上。
カニカマを切っていき、あ、映るから気をつけてな、うんうん、私も花つけといたらいい、あ、映ってる映ってる、え、手映ってるって言えばいいやん、別にゴミ袋が来てる、ゴミ袋もいいけど、あ、これもこれも、はいはい、あ、確かにほぐして入れてもいいけど、まあいっか、これを切っていきます。で、これどう切ったらいい、こう、こう、うん、貸して、横、横、うん、そう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 、え、でもこっちが入らへんの、じゃあそれをこうカットしたらいいんや、長さでこう、うん、そこ、そこ、うん、だから端と端、そうそうそう、こうってことだから、この辺とこの辺切ったらいいんや、これで、これで巻けるかな、これ卵焼きからこうやって見えるのめっちゃ嬉しくない、うん、じゃあこれで巻いていきます、うん、ちょっと太いけど、うん、切ったところかな、へえー、すごっ、ソロキャン、ソロキャンで初日の出見んねや、めっちゃいい、めっちゃいい年明けの仕方やね、超いい優雅な、いいですね、これも食べようかな、うん、いる、1個、2個いる、いる、おいしい、そのさ、お刺身冷蔵庫入れてこうよ、おいしい、なんか肉厚やね、せやろ、じゃあ、だし巻き作っていきます、ね、なんか嫌な音がしてんねんけど、これ IH 対応なの、そもそもパパさんこれ IH 対応で買ってるのかな、おらん、うん、そうじゃない、まあジューって入れてごらん、なんか嫌な予感、嫌な予感、準備しないと間に合えへんな、夜ご飯多すぎた、でとりあえずその分の巻いて残りの時間でカニ鍋の準備して、じゃあ1本だけ、1本2本やけど10分15分、じゃあもう1個いるやん、そうや、巻いてって巻いてって、じゃあカニ切っとこう、ちょっと音があれやん、まあ、なんか嫌な音してる、ジューって入れたら大丈夫かな、食べよう、ね、軽い音がしてるよね、うん、まあまあ、行ってみよう、あ、ペラがいるわ、ペラ出てます、出てます、ほんまや、第1回はこれぐらいかな、いい感じ、いい感じ、はいはい、カニ、カニ、カニっていうか、ちょっとほぐすぐらいが美味しいねんね、カニ今入れます、こっち、こっちか、うん、繰り返す、遅かったかも、カニ入れるの、大丈夫、トゥルトゥルしてる、大丈夫、火をちょっと弱めて、そうそうそう、お箸でうまいこと、そうそう、火が通らないうちにやらないと剥がれちゃう、剥がれそう、カニは、釜が、うん、くる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 、そう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 、頑張れ、いや、あ、やばい、トゥルトゥルしてる、うん、あ、いけた、いけた、いけた、あ、おいしそう、あ、軽いな、動いちゃう、うん、大丈夫、大丈夫、
ほんでもう今油が回ってるから油足さなくていいからそこに卵液を足してください、うん、で奥まで流すね、うん、よし。うまい？うまい？いけてた？来てる？熱。よかった。なんとか一巻きできました。で、ちなみに今鍋を、鍋というかフライパンの鍋の蓋置いてるでしょ？うん。それはそういう風に置いちゃダメやね。こうでしょ？そう。ちょっとここで成形します。はい。ギュギュッと。うん、ギュギュッと。あ、うまいうまい。うまいうまい。めっちゃいい感じやん。もう最後に一巻き。はい、もう一巻き。もう一巻きします。よし。うまい？わ、よかった。いい感じ？ね、結構食べ応えのありそうな。いい笑顔、ありがとうございます。ハイビスカス、そう、伊達巻き風ですね。うち伊達巻きが好きな人がいなかった。甘いやつがあんま苦手だったから、ちっちゃい時から卵焼きなんですよ、俺が。そう、甘いのあんま食べないよね、うん、どんな味なんだろう。ちょっと焦げ目つけたいのでゆっくりします。うん、巻いてから一番外を焦げ目にしたいね、これどっちにしろ外じゃん。あ、いい感じです ね、すごい四角になりました。いいですね、卵焼き職人になれますね。ちょっと焼き目つけます。うわ、すごい四角、めちゃうまい、ありがとうございます。めっちゃ風呂ばっかり入ってる人みたいな。うわ、ありがとうございます。ね、カニが見える感じにしたいよね。まあ、切ったら何でもそうなると思うけど、一本じゃないから。はい、お皿どうぞ。あ、まだまだ。え、焼いて切ってからじゃん。違う違う、冷まさなあかんね。あ、そっか、うん、全部冷ましてから詰めなあかんから、私は鬼締めは下詰めずにお鍋からみんな各自取るみたいなスタイルになると思う。じゃーん、こちらへ。ちょっと待って、あ、重い。あ、待って、めっちゃいいとこある。わー、めっちゃいいやん。じゃん、こっち側見える。わー、美味しそう。じゃんじゃん、めっちゃ美味しそう。これ1本丸々食べたい。美味しそう。じゃーん、これを冷まします。で、2本目もほんま巻きたかったんですけど、時間の都合で先に
カニ鍋の準備をします。はい、カニ鍋なので卵とカニカマさんは少しお休みですね。お休み、じゃあそっちにもらいます。ね、断面めっちゃ綺麗。ちょっと切ってみたら端っこ、え、いやいや、これが綺麗やん、うん、そこは切らないとダメなの、詰めるとき。知ってる、あなたうまいわねありがとうございます。あなたちょっと切ってみなさいよ。だし巻きの宝石箱やね、東京でテリー伊藤さんのね、ご家族の方が卵焼き屋さんじゃないですか。そうなんだ。じゃあカニ鍋の準備、はい、え、今するの、アイネが。そう、アイネが。え、そうなの、うん、これあっちに置く。うん、置いて。あと白菜、別に鍋の準備って別にそんなない。カニ鍋って何準備するの。白菜切ったりとか、ネギ。お呼ばれされたよお呼び、でかー。え、でかくはないけど、はい、ちょっとちょっと片付けてからね。これじゃ一旦冷蔵庫入れとく。そうね、さよなら。スペシャルゲストの、スペシャルゲスト一個食べる。いいよ。え、いいの。いいよ、夢だったんでしょ。うん、ちょっとで、こう味付けとか何もなくていいのかな。一本丸々食べたかったんでしょ。うん、おいしい。うん、肉厚、おいしい。おいしいですか。美味しい、めっちゃ肉厚、口中がカニカマで美味しい美味しい。だるまと良いお年を、ありがとうございます。ポン酢ね、ポン酢いいよね。ネギを切りながらカモネギハイビスカス娘がカニカマを食す。晩ご飯にブリの味噌煮、味噌煮いいね、ミンカツじゃあ白菜切って、あ、卵も冷蔵庫に入れた方がいい、はい、でこれ、あの、先にカニをちょっとほぐしてもらおうかな。今日の旬日、まあ、うちは一般ピーポーなんでね、カニなんてなかなか一般ピーポーなんで。一般ピーポーなんで金テープありがとうございます。真夏の装いでお世辞料理本当に半袖ハイビスカス、真夏の装いです。うわ、美味しそう。ちょっとまあ冷凍なんで、もうちょっと解凍しないといけないですけど。お、プニプニだ。これをちょっと、もうちょっと待った方がいいんじゃない。そうだね、うん、じゃあそちらのちょっとあったためのエリアの方で、はい、水はしなくていいの。後で、あ、ちょっと氷は取った方がいいよ。あ、そうじゃなくてここにもう溶けてる。あ、じゃあちょっと取りましょうか。まあいいか、まあ、ちょっと大変そうだからいいか、うん、なんか白菜割りネギ切っていきます。どれぐらい
スネギ、こちらも全部全部3本とも、うん、多くない？ちょっと多い？パパネギ好きだから。カモネギ、カモが、カモなの？カモなんだ。カモがネギにしょって、あ、でもやらない、いけた、あ、はいよ、ドゥン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 、これ下は切った方がいいのかな？もちろん。じゃあこちらへ、はい、はい、ちょっとさ、もうちょっときれいにしてから切った方がいい。手元が危ないよ、そっち上に置くとか。そんな目だって置くとこないんだもん。で、下に置いておきとるよ。あ、じゃあこちらへ。気をつけてね。切っていきます。ちょっと大きいか。これここに入れたらいいの？切ったやつ。え、あ、これカニか。ネギちっちゃいよ。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 これぐらい？これはユキノンに聞かなきゃ。危ない危ない危ない。あれね、斜め一本ずつ切らないと。え、そうなの？うん、これぐらい？まず半分に切ってごらん。そうそうそう。お、押さない。引く。これ、これぐらい？見せて。やばいやばい。うつうつうつ。それよりもネギの切り方の方がちょっとびっくりしてるんですけど。これはこう普通にこうしたら切れるから、グリグリじゃなくてめっちゃ切れるから、この包丁切れてないで、何切れてるから。あ、向き違うわ、うん、台形、ここ谷のとこ入れていっていいよ、うん、ほんまや、めっちゃ切れた、うん、よし、こっち側切っていきます。ネギって煮込みまくって甘くすると美味しいよね。切れてなかった。一番端っこはちょっといらない。それも捨てたね。え、捨てたね。一番本間の端っこは捨てたね。ちょちょちょ、葉っぱ。あ、そうなん？うん。この辺ってこと。うん。こっちの方がいいか。うん。切っていきます。男の料理みたいや、見とったら。鶴の恩返しみたいになってるから、料理してるところも綺麗に、盛り付けもさらになんか男の豚汁みたいな盛り付けになってるけど大丈夫？白菜切ります。大きい。あやね、もっと大きかった。出てきた時から3790円。それ思っただって。思われてた、うん、ワイルドだったね。それの2倍ぐらいあったからね。はい、これどれか半分にする。まず、うん、あのですね、まずは外側を1枚2枚切ってください。はい、これミルフィーユ鍋できそうよね、うん。はい、はい、あ、これもや、はい、はい、ブン。一番下を、うーんとね、それとりあえず今日は半分かな。これぐらい？そう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 、
なんかこう咲いた方が早い気がする。いや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 。よし、めちゃめちゃでっかかった、大きかったですよ。あ、ちょちょちょ、あのビニール袋したから取っていい？うん、ショー、ビニールショー、はい、豪快。あ、中が膨らんでるのは大きい証拠なんだ、ね、へえ。身長なんか豪快なんかどっちか分かれへんな。 A 型なのに、この心もちょっとだけ心っていうねんけど、知ってる知ってる知ってる、それはさすがに。これぐらい、え、心ほんまちょびっとでいいよ、心は。これぐらい、そこが甘いから、後ろ見して、ほんまに心の、あー、やばい、心の心から、こっち乗せて、こっから切ってるで。あー、うん、気をつけてよ、見てる方がなんか怖い。はい、はい、はい、これを切っていきます。はい、どう切ったらいいのかな、このままざっくり切る、うん、葉っぱ範囲で、良きところで、うん、良きところで、で何枚か重ねた方がいいよ、それも日が暮れるもう暮れてるけどで半分に切った方がいいんじゃないかい。そうそうそう、でその時に大きい方の白菜をこうのけといた方がいいんじゃないかい、うん、こちらへ、うん、こちらにのせたら白菜置けないな。確かに。じゃあこちらへ、うん、で、こうか、うん、で、切っていきます、うん、私も本当はなんかそのままザクザク切ったり手でちぎったりしますけど、今日はそうやね、A 型っぽさはないね。 A 型だけどね、公式プロフィール。よし、そうそう、白いところはちょっとちっちゃめにね、そこは煮えにくいから、ここが美味しいよね、でも、うん、ここがトロトロで美味しい、うん、こんなもんで大丈夫かな。はい、ネギの横に乗せちゃってください。そう、お鍋の準備してねって言われた時に、お鍋ってさ盛り付けしか見えないからさ、それが結構大事。今日は出汁はもうね、ちょっと市販のやつにしますけど、本当は昆布とかね、入れて、うん、じゃあ第2弾いきます。ときます。はい、中からこう新鮮だから、あの無農薬とか虫が出てきても大丈夫だよ、洗ったら。包丁を押しつけちゃダメだね、3弾。
切ります。もうこの辺は半分だから半分でいい、はい、ちょっと洗います。あ、お願いします。いいよ。それも最後そっちも全部洗ってきますね。はい、はい、黄色い白菜も美味しいよね。なんか冬季節って白菜の花って何色でしょう。黄色。そう、白菜って花が咲く、ね、知ってる。どこから咲く。こうブー。白菜の花はどこから咲くでしょうか。切ります。ほんでどこからなん。ちょっと思ってるのが違ったらダメだからちゃんと知らん。衝撃やった。白菜が花咲くって知らんくって。そうなん。白菜もでも葉っぱやからそら花咲くんじゃん。おばあちゃん家に一見白菜が花咲いてるのを見たときに、おお。あ、あれ正解やったわ。この感じ。あ、前合ってるやん。頭から咲きます、ね。ブーって言われたけど。間違えちゃった。でもなんか横に寝かしたままなんか育ったやつは横から生えてた。菜の花みたいな花が咲く。ちょっと一旦水捨てます。はい。最後切ります。これ入る？入るかな？じゃあ第2弾として置いといたの。今日盛り付けがあんまりあれやけど、そっちを白いやつに入れといたら。あ、そうするわ。に、あと、アイネの好きなえのき。お、えのき。えのきっていうか、えのき。えのきって何や。えのき。きのこ界隈で一番好きです。うどんです。うどん率が高い吉見家。今日蕎麦なんだ。そう、出汁は買いますけど、一応お蕎麦をよしメインに。お、ちょうど1時間半で一段落終わりました、うん、イエーイ。よいしょ。白菜鍋いいよね。ミルフィーユ鍋今度したいな。余った白菜でしようよ、うん、知ってる。ミルフィーユ鍋知ってる知ってる。あれ、じゃあそのカニをちょっと食べれるようにとりあえず並べましょうか。ここ、うん、じゃあちょっとお水とかを。え、もう大丈夫かな。まあ大丈夫か、うん、大丈夫だと思うよ。どうせ煮るからちょっとさっと洗います。そしてその間に他の具材の準備をしてもらおうかな。ブリちゃん美味しそうですね。抜き身大福ね、びっくりした。入れたらコーンポタージュになるの、うん、知らなかった、はい、プリプリだね。ちょっと映らないかな。あ、柿、今日は柿ちゃんもいます。これ切っといて。え、入れ直しちゃった。で、うん、ちょっとやばい。ここないよ。ないよ。よし、白菜、白菜。あ、包丁。はいはい。こんなやつが大丈夫かな。お野菜、お野菜とお野菜。美味しそうだね。どう。きのこ切ります。杯切ります。これどこ置いたらいい。えのき、さっきの白菜、え、半分に切らない。えのきって いつもこうやって何が正解なんだろうね。それが正解なのかな。
あれが調べたやつはこうやって書いてあったから、じゃあそれにしよう。これはね、明日の朝も使いたいからちょっと残しておいて。これあるよ、もう2個とも使うんじゃないの。うん、使う使う。で、キノコチーズクリームリゾット作りたいんだけど、明日。明日はおせちでしょ、1日だから。そうだ、じゃあまたえのき買ってきてね、うん、最近キノコなくて悲しかった。こんだけおせちの準備して明日キノコクリームリゾット絶対おかしくない。すっかり忘れてた。ちょっと頭で考えて喋りや。先キノコ、先のこ。あ、やばい、手映ってる。大丈夫だよ。めっちゃ面白い。あ、休憩中お疲れ様です。大晦日もお疲れ様です。本当だね。カニ鍋とカニだよね。筋肉を触らせてよ。なんだっけ、おねだりするの。えのき。あ、悪いキーね。お届けしてます。これどこに入れ、もう入れるとこないんだけど、んここでいい。いや、そんなにえのき入れる。え、2個入れるんじゃないの。まあそうだけど、どうする。じゃあとりあえずちょっと待って、保留、ステイ。ちょっともうなんか手が冷たすぎるんやけど、ちょっとなんかいい感じに交代する。美味しそう、美味しそう。ちょっとさ、もう本当に本当にもう本当にあの庶民なんで、カニとか年に数回しか食べないんですよ ね。あれ、スティックないし、うちカニほじほじスティック、ほじほじスティックないじゃん。うん、このカニの姿を収めとこう。美味しそう。これめっちゃプリ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 やね。これカニ味噌ではない。カニ味噌じゃないね。カニの身だね。これ割れる？冷た。あ、冷た。はい。割れるか。うん。まあ、ちょっとこれは置いときましょうか。はい。どういうこと？あ、わ、破ってもか。あ、あれがさ、なんか、いけた。受験のさ、冷た。なんか小学校の時さ、お祝いにおばあちゃんが何食べたいって聞いてさ。カニが食べたい。ついていってもらって。覚えてる？冷たい。うん、やっとやっとは。じゃあこれはこっち寄せていいってこと？ジュンジュジュン。カニー。あ、ほじほじスティックありません。じゃあ。たこ焼きくるくるでいいんじゃない？はしゃ。あれ、去年もカニ食べなかった？カニ食べたかな。去年の写真を今思い出した。年に2回ぐらい食べた。去年じゃないか、あれ全然違う、ボブだ。ボブの時の写真を思い出したわ。じゃーん、カニ美味しそう。あとでまた全体像の写真載せますね。お鍋使わないんで、そのちょっとこっち置いといてもらって。はい、では、はい、準備完了です、ね、大体。あ、これゴミ箱や。はい、はい、あ、あれをあの、うん、あの本のやつ、なんだ、雑誌になってるやつもらってたんです。なんだろう、グラビル。ああ、それ言ったよ。そうだった。うん、言ったよ。それもいいよ。なんか氷が気になる。さあ、出しま
炊き卵ちょっと味見しようよ、美味しそうじゃない。今しちゃう、今しちゃう、冷たい、完了。また全体像の写真載せます。レインボースターありがとうございます。よくできました、ありがとうございます。イエーイ、夜ご飯とおせちの準備できました、ありがとうございました。ハイビスカスビスカス、では終わりたいと思います。来てくださってありがとうございました。あ、これお正月のやつ、つめつめもしてもらってね、うん、21時からはルームスで1年振り返り配信したいと思いますので、皆さん21時からは、飲み物などを持ってルームスにお集まりください。では漢字を読みします。13位マッツンさん、ありがとうございます。12位チャミさん、ありがとうございます。11位肉バツさん、ありがとうございます。10位ウーカメイの箱石さん、ありがとうございます。9位青いボーイさん、ありがとうございます。8位ヤスさん、ありがとうございます。7位大船人さん、ありがとうございます。うん、6位おろしさん、ありがとうございます。5位、キヨさん、ありがとうございます。4位朝霞さん、ありがとうございます。そして3位はルル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 ルン竜巻さんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はルル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 ン平八さん、ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はルル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 ン、あつしさんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました、ありがとうございました。あ、トロフィーもありがとうございました、イエーイ、ありがとうございました。明日の配信は、あ、何時だろう、朝かな、うん、あ、夜かな、夜でもいけるくない、でも明日は朝だね、1日だ、確かに明日は元旦だから朝かな、多分、はい、朝な気がします。そうなんですよ、皆さん、私は今日でお知らせします、はい、ちょっと一旦ショールームの出演は、あ、ショールームも今年最後じゃん、そうよ、ほんまや、だから2023年もショールームありがとうございました、ありがとうございました、この後はルームスでお待ちしてます。1月から順に振り返りましょう。ではでは皆さんも良いお年をお過ごしください。あと5時間、あと5時間、良いお年をお過ごしくださいね、皆さん良いお年をお過ごしください。ではでは、また明日お会いしましょう。次の配信も来てくれるかな、またね、あ、パシャパシャ、ありがとうございました、またね。